皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメントおよび政治ニュースのチャンネルとともに、過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。マルセイユ酒井宏樹、19年撮影写真を拡大。フランスリーグ、マルセイユ31ボレドー8日マルセイユ DF。酒井宏樹が所属するマルセイユはホームで、ボルドーに3-1で勝利した。1-1の後半15分、マルセイユの MF サンソンが勝ち越しゴールを決めた。酒井宏樹は、フル出場した。マルセイユは10勝4分け3敗、ボルドーは7勝5分け5敗と。得点経過前半31分、ボルドー、アドリ、後半3分、マルセイユ、アマビ、後半15分、マルセイユ、サンソン、後半47分、マルセイユ、ロド。